死ねたこ焼きパーティー、よいさー、よいさー、たこ焼きを食べていきましょう。イエス。みんなお腹空いとるから。俺もいろんな種類あるやんな、はい、佐々木の端さっさげさっさげへいさっさげへいさっさげいやこれ一本当てに入ってんすよ。え、実はね入ってなかったら、入ってなかったらどうします？死ぬじゃあ死んでもらわないと。じゃあ死んでもらいますか。もう引けへんわそんな長っ。これ赤なんですよ、当たりは。お前さんはうわうわうわ、前さん、マジさん、バレンシアがついてます。行く。うわぁ、一回ティッシュダメ、食べ終わるまでダメ。いやなんで、マジさん、なんで、どうでもないよ。なんで、いやもうおかしいよ、最後っすよね。おかしいよ、ほんまに。なんでっすか。いや、早くティッシュ、お願いした。早くティッシュやったから、マジでお前、洗ってこい。なんでないねん。やば、このコーンがめっちゃうまそうなんやけど。コーンだけ行くんや。マヨコーン、マヨコーン、そこら炙ろうぜ。焼きとんもろこしよう。いやそれも小4っす。小4、小4の人にして危ない。小4で、どんな地元や。いただきます。いただきまーす。炊き飛ぶたー。あー、飛ぶ飛ぶ飛ぶ。うん、まあ普通。うまっそう。マヨコン気になるな。なんで何も。いやでもね、笹毛さんがうまそうやなと言いながら直前にケバブ食ってんすよ、この人。え、そう、それだけ。俺なんかあの車でとある買い物してて、車の中帰ったらめっちゃ臭い匂いして、車の中。うまっそうやなこれ。異常な匂いしたんだよね。そうそう、隣のケバブ屋でケバブ食ってましたね。あれ、僕も食べる気なかったんですよ、はい、あの匂いしたら食うでしょ。えぐい匂いまき散らしましたね、ケバブ屋。めっちゃ匂いだったんですけど、なんか車降りる前よりも匂いしたんで。一刀両断侍。え、うまっ。いただきます。これ何だっけな。うまっ。てりたま。うん、ろてりたま。うまっ。うまっ。名人やったっけ、マヨコーン好きやった。まあ、好きですよ。マヨさん、ガチでしけてるじゃないですか。うまっ。いや、まあ、一応、ま、シミみたいなのって壊れんの、ほんとで、このノーマル激うまいわ。マヨで持ってきてください。名人のやつって、だってもうタレ少ないとかっていう。これタレかかってるんですか。あ、これでもミッキーがトッピングなしで行ってくれって言われたから、これにしたい。だミッキーのやつで、これ。あ、そうなんや。塩好きやん。ミキタレのやつ。ああ、そのそたこ焼きそのまま食うやつおるんやん。いますよ。でこれそのままじゃない、塩っすよ。れっきとした。れっきとどこに塩が入ってんの。でもかかってんすよ、塩だれが。絶対れっきとした。かかってなくない。かかってないの。いや、れっきとしたかかってんすよ。何回言うのね。いきまーす。あ、名人じゃん。もうこう名人がこう握って、この俺の手握ったら出るから。友情、友情、友情、友情確かめやから。はい、確かめや。はい、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 見えないもの。はい、はい、けわあ、おい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 、何しとんねん、何しとんねん、マジで。ヒカルさんやから意気込みすぎなんて、友情とか。お前、やばい、やばい、どうしたん。くそ、力強かった。間違えちゃった。えぐいよ、出てきたぞ、ほんま。まあでも俺、マヨネーズ好きやからな。どっぷり漬け、やば。え、火をうまっ。これ、つけていかないと、マヨネーズ。本来の味するわ。ミッキーはマヨネーズかけた方がいいんじゃない。かかってないもん。僕マヨネーズそんなに好きじゃないんですよ、実は。で、ちょっとちょっとかけた方がいいんだよ。マジです。うますぎやろこれ。うわ、マヨコーン取ってみて。はい、それがマヨコーン好きなんですか。なんで言ったの。好きか。これマヨネーズうますぎて次元超えとる。めっちゃうまい。次元超えてるんですか。うん、俺やばい。時給超えとる完全に。これどういうことなんだ。これうますぎて中2みたいな発言やばすぎるよ。やばうまいな。めっちゃうまい。普通のやつのうまい。塩あんまないよ。やっぱ塩食べてください、大げさん。たこ焼きじゃないもんな、塩。うん、でもそれはやばい。味薄そうやん。美味しいなったら食べない。だから明石焼きみたいになんかだしやったらうまそうやけど。お茶漬けに入れたら味覚音痴の方が。マヨコン食べづらいな、これ。全部落ちてないな、これ。何なんその。え、おなんて。おいなりさん、このマヨネーズエグいわ。うん、全然わかんない。うまっ。声取ってって言ったじゃないですか。言ったらうまいよ。うまいな。うまいっすよ。やばい、これ別格。マヨさん、一回バレンシアガで吹いてから食べてください。なんで。で、マヨネーズ一回。なんで最近バレンシアガのパーカー。そうなんですよ。バレンシアガ多ないですか。意味ないやん。買ったんですか。いや、これ去年のやつじゃん。もう一個来てましたよね。あ、あの紫のやつじゃん。はい、来てました。意味ないやん。意味はあるよ、別に。俺が好き。ください、くださいよ。なんで買ったんだ。だって2023年版買うでしょ。2021の服なんかも着ないじゃないですか、マヨさん。着とかやん、実際。去年のやつも。結構大事にするから。動画の時だけどね。めっちゃうまいわこれ。誰も塩食べへんやん。これうまいっすよ、明太子。結構辛い。でも水入れてきた。はい、お願いします。ああ、あ、もうないっす。あと1本しかないっす。俺ある。全然。これまずないわ。マヨネーズだから汚したら1本もらえるっすよ。え、めっちゃある。辛い、確かに。ここブロス。なんでなんで。これマヨネーズ欲しいんやけど、もっとマヨネーズ行きすぎやん。そんな好きなんすか、マヨネーズ。辛っ。マヨネーズうま。
こ焼きとか久々に食べたわ。うまっ。たまのもないですか、普通に。たまに。佐々木さんが。普通のやつ。みんなどうやって年越すんで、一回。じゃあ、年、もうさ、今年、もう終わりで、リアルタイムで言ったら今31の、今15時ぐらいなんやけど、みんなどうやって年越すん、今日。もう自分だから帰るっていう。はい。今から帰るんや。帰りますよ。帰れるかどうか分からんけどな。お前。いやいやいや、もうスマブラ勝つまで帰らせへんねん。いやいや、もうやっ。あー、それ取ろう。いやいやいや、って俺と佐々木さんと名人は東京組じゃないですか。東京が出さんのこいつは出さずに行こう。どういうことやろ、それ。いや、ありやん、別に。メヘラカナみたいな。メヘラカナ全員倒せない。誰 ?3 人抜き。3人抜きじゃない。全員倒せない。連続で3人出さない。いやいやいや、マジで無理、それは。メヘラカナじゃん。めっちゃかかるもん、その時間。いや、知らんやん。知らんやん。こっちは知らん。ミッキーが勝っても帰れるでいいわ。じゃあ両方でタッグで俺は3人タッグ。いや連続はちょっときついやん。いやいやあるから1回1回倒せる。全員タイマンやったら一緒。全員タイマンやったら全員とタイマンやったら当たり前やん。うわそうやろ。タイマンやん。できんなよタイマンって勝てるみたいな。マジで子供すぐタイマン。そんなお前全部べちゃ漬けしたろこんなこの塩みたいなやつ。なんで塩マジで不人気やな。塩アンチが。マジで塩1個食べてください。嫌だって。なんでそんな硬くなりに嫌がるんですか。絶対おいしい。お前ノーマルよこせよ。え？お前ノーマルが一番あったんじゃないんだって。だからよこせよ。塩食べてください、マジさん、マジで。なんでそんな嫌がるんですか。なんかもう全然美味しくなかったやもん。一回食べてください、ほんまに。誰か食べたん。僕食べました。俺も食べた、俺も食べたよ。あ、そうそう、食べてるじゃないですか。うまかった。うまいし、めっちゃ。まっ、ただいま、ダメっす。マヨネーズ絶対。メインで塩好きなんじゃないの。違います、それは。関西人舐めてるっす。いや、舐めてはないよ。そんな塩拒絶されると思う。うまっ。でも帰れへんやん。普通のもあるよ。帰れへんかった時のことも考えた方がいいかもな。帰りますって。俺あのレプゼント1年過ごすで。年越すでレプゼント。1日バルト新年会みたいなことや。忘年会新年会どこでも取るに。うん、まあ取るかどうか分からん、決めてない。去年もだってマルト青白王子のやつやってましたね。なんだかんだ毎年マルト取るな。絶対帰りますよ僕は。帰れたらいいな。いや帰れな。この撮影終わって帰るに約束や。そうですよね。そもそもでも昨日終電逃してお前タクシー代表だすぎる。なんでタクシーで年越すの。分からんかんの、ほんまに。最悪と駅のホームで。わがままやなお前ら。マジでな。ちょっと成功したぐらいでわがままなんなよ。いやいや全然わがままじゃないやん別に。だって昨日からそういう話。昨日からもうそういう話じゃん。もっと進んどうから。でも YouTube で曲思ったらしゃあないやん。どっちが大事やねん。いやまあ大事だけど YouTube もな。でも年越す瞬間も大事やん。いやいやいや、どっちがって聞いてるんですよ。イエスかノーで。しかも別にお前の年越すなんかどうでもいいやん。いやいや俺にとってどうでもいいけど、お前にとってどうでもいい。当たり前。俺もお前の年越すどうでもいい。ラッパーや、ラッパーや。いや俺たちこれだから、だから決着がつかない。フリースタイルマイス、フリースタイルマイス。俺のせいやん。決着つけない。全部こうやって。いやいや別に俺も他人のやつなんかどうでも年越しなんやけど。そりゃそうや、みんな自分の年越しが大事なの。熱弁するなこいつ。それはまあでも勝てばいいやん。だから勝ったら勝てばいいやから普通に。いやいや連続っていうきつくないっていう。マジかハンデもらったです。ハンデもらったです。ハンデ売りま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 す。ハンデお金とかじゃないんですよ。そんなんか部屋じゃないでしょ。そっちの方が有利なわけ。その3人っていうのもそうやし、有利なわけ。条件が全員が一気に死んだ状態が。だからもう2期対3期でそれやったらなんかいけるわ俺多分。連続で全部ね。なるほどね。だから三三の6期合計と222の6期合計。あれでもそれで一緒っすよ。それ6期対6期っすよ。このそれで連続ぶっ続けっすよ。あかんわあかん。そうっすよ。あもうなんか全然あかん。いや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 。一緒やで、キーは一緒やで。いや、キーは一緒やで、違うやん、全然。何何何ほぼ一緒なんやから、力。もう佐々木さんとか一緒じゃん、ほぼほぼ。え、だから僕の方上っす。いやいや、だからいい勝負するやって話やん。いや、でもだから、おかしいやん。ストック的でこっち有利にしてもらえへんかったら。なんでなんで。いや、なんでなんで。いやいや、そこ有利。それやったら、じゃあ俺が6期で、そっちが3、3って一緒やで。逆の立場になってよ。じゃあ逆で俺6期でいい ?6 期で3、3って。そういうことじゃなくて、東京におるわけから別にええやん、それは。変えるっていうテーマもあるし。いや別それだ、選択したの自分で。しかもちなみに言っていい、言っていい、休み明日からやねん。会社的に確認して。会社の休みは1月1日から1月5日までです。ってことは12月31日はこれに関してはあれあれ休みじゃないぞ。休みやろ。いや休み前がかりみたいな。お前いや前がかりみたいな。いやいやいや、それはいや、お前それやったらそれは1日から言うから。それやったらいや、ゴールデンウィークの前にゴールデンウィークイブみたいな人でしょ。1日の12時から関西におらへんかったらそれは違う。だから
違う違う、実家におることが俺が休みや、俺。いや違う、それはね、それやったらじゃ社会に出てやで、土日休みの時に土曜日の事前の準備さなかった、金曜日休みますって言うと一緒や。そんなんありえない。土日と一緒一緒。そんなんありえないのです。一番長期間の休みは1月1日からなわけ。いやそうやで、もうそれしかないやん正直この休みで。だから1月1日から休めばいいやん。だから5日から1日から休めば、もう1日の、じゃ勝ち取れよ。正解は金の札を終わらすことでした。正解は金の札を終わらせたけど、いやそんなん分かっとったよ俺も。分かっとったよ。でも昨日はもうね、みんなで4時半まで頑張ったんですよ。しかもそのクオリティを考えた時に、うん、服とかも全部一緒で3本撮りするよりかはこの方がいいってなって撮ったわけ。で昨日まだね、一致団結じゃない、こうなるよね。だってその始まったわけから、まだ時間はさ、言って今何時？3時半。でもスマブラしましょうよ。やったらいけるじゃん。早く早くみたいな。そんなんだってまだたこ焼き食べてる途中にスマブラ早くはもう無視、ね、早く食いきよ俺もパーティーだ。まあ、食いきてんがだって、うん、食いきらんだってできん。そうそうそう。じゃああなたたち今からほんで露骨に食べないんでしょこれ。今からいや俺一番食べとるやん。確かな、俺めっちゃ俺も始まって俺一番があるだとか。普通に俺が食べてるケバブ。ケバブはケバブは何おかしい。この動画だからお前食べとるいいやん。俺めっちゃ食べてる。俺だってマジで2個ぐらい食べたと思う。2個ぐらい嘘つけ嘘つけマジマジ。いや動画見返しマジやから俺結構太ったやん、ガチで。全然思ってない。ちゃうんすよ。このマヨネーズどっぷり使ってると、もう2人処理してんそれは。これはね。いやそれはもう関係ない。これは2人の絆すからね。じゃあ先すまんけど別にいいで。もうお前。何じゃミッキー今。3時半。じゃあ俺マヨコ行くわ。じゃあミッキーだからメンタル行って。オッケーです。じゃあこれはマジで。そんなパーティーなのにいやいやとか。じゃあ仲良く食べましょう。食べましょう。ザキさん、あーしてあげますよ。ダメだ。ザキさん。ギナ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 。ねえ、それ、一緒に仲良くパーティーで。全然取れないよ。そしてください、これね、あんしてくれ、いいわけですよね。グググってことですもんね。はい。ゲンニャゲンニャ。あー、パーティーだよ、ゲンニャ。パーティーか。ゲンニャゲンニャ。あげさん、もう、ゲンニャ。いや、もうそれやりゃ。これはパーティーなんですか。取りに行かないよ。パーティー。いやいやいや、これはいかん。食べたんだって、僕あーって、食べたとかじゃなくて、お腹いっぱいだよ。僕箱根でめっちゃああされたんでお返ししたいです。これマジでパーティーなんで、これは現状的な名人がだって全然食べてないよ今日。おますか、食べてないですよ。じゃあいやほら食べてほんまそこらはパン食ったしな。お前じゃなくてお前食べてない。食べてない。俺食べてない。僕自体満杯にしたから言えよ。僕と前さん残ってたじゃないですか。前さんは編集しながら、まあ僕パン食ってたんですけど、前さん食わないだから。いや食わないだから、そもそも食うっていう。いや聞いて聞いてあげて。前さんが独り言でお腹減りすぎてもうやばいなずっと。だからお前食ったり食えよ。だから言いたくて食ったんやって。もう俺もう食ったりや。ミッキーは普通の自分で。でも僕あんしたいです佐々木さん1回ぐらい。このもう2022年のチャンス。もう行かへんかったらさっき進めへんから。じゃそれは絶対食べてくださいね。ほんまほれこれは2人の絆の友情の証でしょ。2人の。いやほんまだって。これだけはじゃんけんしよう。2人の友情食べたいとかいいですか。これは名人だ。この2人の光るジャンボのこの友情食えへんやん。名人の責任も食えよ。これもじゃんけんしよう。ジャンケンでいいんすか。これ友情言うてでも社長がもうジャンケンって言うやん。2人の友情っすじゃん。ジャンケンやん。社長がジャンケンって言うんやから。じゃあ友情やる。ミッキー、おー行こう。俺の左手と行こう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 。じゃあ右手やる。右手やる。左手で友情する。あーもう知らんよ。あーもう知らんよミッキー。これは知らんよ。友情友情チームでやるもんやろ。知らんよ。全員っすよねこれ。団結の力だったよね。これ誰が食う。ミッキーがやってよ。だからジャンケンジャンケンだから。ミッキーが押す。ミッキーがだから。やれ逃げてきたって言った。握ってくれれば。やれ逃げてきたって言った。やれよ。じゃあ握らんかて。じゃあちょっとで。これやってもし食べたら僕スマブラやらなくていいですか。いや無理無理。やれよお前。そうだよ。だから別に握らんかて。どうだけは。どうだよもう。ちょっといいよ。もうちょっと自分のことしなくなっちゃうってな。ちょっといい。兄貴としてどうやこの人。こんなおかしいやろ。顔ぐらい反抗するぞ全部俺。最後の反抗見せるぞ。ギリギリまで。早く逃げて。お前やってたまるかそんなやった負けやろ。俺はスマブラやらんで。これやったらしなくていいんすか。これ。じゃあもうスマブラやろ。じゃあもういいわスマブラやろ。これまず。おかしい。2人が食べてください。これはほんまに。これはだから食べてから言う。食べるなって言ってください。食べてからやったらいいや。これあーしません。怖いよ。いやもういいって。俺これ食うか。俺これ食うか。よっしゃ勝ったぞ。こ
この勢いや、マイさん負けたらあかんぞ、兄貴やろ負けるな、兄貴が絶対負けるぞ、これは22年、ラストの抵抗が兄貴を帰りたいよ、感じてきた俺にも絶対負けるか、こんな今日は兄貴、うん、新幹線のチケット取ったん、もう取ったけど、もうほんなん、取ったから帰ろ、帰ろ、ごめんなさい、まだ、だって塩と、はい、残ってるんですよ、兄貴、うん、塩ってどれですか、残った、残った、残ったこれも、じゃあ食べられないやん汚すぎやろ、やばですよさん、まあ汚すぎやろ。やばやばやばこいつ。かけたこ焼きの破片飛ばしてきやがって俺に。これはほんまにしゃあないです。これはもうこれで終わりや。一生懸命だ。いや残ってますって。いやこれ食べたらたこ焼きばって自由だから動画閉める。これそれだけ三択とかいい。これ食べへんかったらもう閉めれへんから。じゃこれはどうしますこれは。じゃ知らんで何の勝手して俺の食べたやんか最後まで。はい。俺も食べたから。はいやって。画面からな。大人たちが言えるなよ。おかしいやろ。めんよ。めんよ。ほんま食べた方がいいよ。ほんまに。いやいやいや。締めねえ。ほんまに。食べ終わらへんかったな。確かに。いやもう俺食うわでこれ。これ何これ毛ついとんねん。おかしいやろ。なんかそれ誰の番やねんこれ。これヒカルさんの金髪やんけこれ。金髪ついとんやんけこのたこ焼き。食べんなよ。ミッキーでもそれ全部食べるから終わらへん、終わらへん、行きましょう、ミッキーやばーよーよっしゃー、おったータコ残ってる、タコ残ってる、もうタコ締めた、ありがとうございます、タコ焼きパーティー終了ー、ありがとうございました、大事みちゃんこれかっこよかったやろ。